はい、というわけでどうもこんにちは、マッキーです。今回もジャッジアイズ死神の遺言やっていきたいと思います。今回は、まあ、メインストーリーがあるんだけど、メインストーリーでなんかお金を稼がないといけないんで、どうせだから一個サブストーリーやっていこうかなと思います。依頼をね、受けてみようかなっていう感じです。ちょうどテンダーで依頼が受注できるようになってるんで、それをやっていこうかなって思ったんだけど、まさかの、これはサナちゃんかな？前回なんか歌を歌ってる少女に会ったんですけど、なんかここでイベント発生中なんで、これをまずやっていこう。今回サブストーリー会になるから、そしたら。あれ？あなたは？君は確か、キャバの子だっけ？路上で歌ってた子。この子だね。路上で歌ってた子だよね。はい。はい。美浜さなです。私の CD 買ってくれた人ですよね。覚えてるんだ。はい、すごく嬉しいから。買ってくれた人は自然と覚えちゃうんです。あのお名前を教えてもらってもいいですか？八神だ。いや、八神、安室町で探偵をやってる。え、探偵？本物の探偵さんは初めて見ました。確かにリアルじゃ合わないよね。あの私の歌聞いてくれたみたいですけど、どうでしたか？そうだな、歌声が良かった。歌詞がとても良かった。歌声もだし歌詞も両方だよね。でも俺どっちかっていうと、歌声なのかな、歌詞かな。俺歌詞の方が好きかも。なんかいい言葉を紡げる人ってかっこいいよね。とてもいい歌詞だったと思う。ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。とっても嬉しいです。私曲も歌詞も自分で作ってるんですよ。すごい。そいつはすごい。ちゃんと完成するとこまでできるのがすごいもんね。ところで、ここには飲みに来てるの？君みたいな若い子が来てるのは珍しいけど。いえ、私まだ未成年ですし。二十歳とかじゃなかったっけ？ここには歌わせてもらいに来てるんです。マスターさんが私の歌を聞いて声をかけてくれたんです。マスターやるね。あのマスターが、よっぽど気に入ったんだな。そうだ、せっかくだから一曲聴かせてもらっていいかな。てか未成年ここに連れてくるマスターもマスターだけどな。わかりました。あ、でも八神さんここで最初バイトしてたから、その時未成年だよな。はい、喜んで。おお、口は動いてないんだけどな。いい歌だね。曲作れんのかっこいいな。俺もいつか曲作りてえもんな。ありがとうございます。今日はお話できて嬉しかったです。私、昼は路上で歌ってることが多いんで、よかったらまた聞いてくださいね。オッケー、まだ続く感じね。サナの歌を聴きに行く。だがそれはまずはやらない。意外と短かったな。じゃあ今回はこの依頼を受けようと思います。仕事の話。芸能関係のお仕事14万。やば、めっちゃもらえんじゃん。芸能関係のお仕事です。うちの事務所の人間があるトラブルに巻き込まれており、解決のために力を貸していただきたいのです。事務所に伺えない事情があるため、お手数ですが、劇場前広場のホテルニューデボラ6階に来ていただけますか。ホテルニューデボラね。オッケー、昼の間にお越しいただけるでしょうか。ちょっと待って、昼はちょっと難しいな。今から八神探偵事務所に帰ったらもうその時点で終わりなんだよな。昼には行けないからちょっと諦めよう。あと依頼受けられるのは源田法律事務所と八神探偵事務所だから、源田法律事務所に行こう。ごめんね、段取りが段取りがクソです。さあ、というわけで源田法律事務所をやってまいりました。依頼受けられるかな。なんかあるか。よし、どうも沙織さん、ちょ、仕事ちょうだい。八神さん、何の用でしょう。仕事ある。沙織さん、仕事ある。仕事ですか。今こんな感じ。
おお、いいじゃん。幽霊捕獲依頼。8万もらえるし。来月から住む予定のアパートに幽霊が出るという噂を聞いたんですが、契約するときはそんな話全く聞いてなかったんです。どうか UFO じゃねえ。幽霊を捕まえて幽霊物件だと証明してください。あ、夜になったらだね。よっしゃ、OK。これやろう。幽霊捕獲依頼。頑張ってください。なんか本編で、なんか、本編でもストーリーとサブストーリー分けてくださいってこういう意味じゃないのかもしれないけど、できればサブストーリーも面白いんで見てほしいなと思っております。結構ねストーリーだけじゃなくてこういうのも面白いから。あ、またサラちゃん やってんだ。サラちゃん一旦置いとこう、置いとこう。サラちゃん後で行こう。よし、というわけでここの中かな。あ、いた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 。あ、どうしよう。これは違うな。うわ、どうしよう。ん？何か困ってるみたいだな。これがサブストーリーじゃなくない？どうかしたんですか？すいません。助けてください。Where is the wrestler? 外国人の人か。日常会話ぐらいならできるし、代わりに話を聞いてあげよう。トイレの位置を聞いてるみたいですよ。あ、それならお店の外です。英語だと。It's outside of this cafe. Okay, thank you for the kind through. ふう、拙い英語だけど、なんとかなってよかった。お客様すいません。聞いたことない単語でびっくりしちゃって。トイレはウォータークローゼットって覚えていたので。単語を知ってるってことは英語は苦手ってわけじゃないのかな。いえ、好きなんですが勉強始めたばかりで。だから勉強のためにここでバイトしてるんです。勉強のために？どういうこと？そうだったんだ。学生さん？うん。はい、大学生です。私卒業したら海外で働きたいと思ってるんです。それで実践的な場で英語を勉強したいと思ってホテルで働き始めたんです。ってことはここは外資系ホテルか。ホテルなら外国からのお客様も多いですし。あ、まあ関係ねえか。外資系ホテルかどうか関係ねえか。なるほどね、そういうこと。まあ頑張ってよ。ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。そうだ、お名前聞いてもいいですか？矢上だ。矢上隆之、よろしく。私は真田楓です。よろしくお願いします。これフレンドイベントだね。じゃあ頑張ってね。はい。はい、またのご来店お待ちしております。よし、こうやってフレンドイベントもやっていかないといけないんだけど、これはやばい人だな。由美子命って書いてる。すいません、依頼人の島津さんでしょうか。私は探偵の矢上というものですが。はい、はい、島津守です。矢上さん、お待ちしていました。あ、ゆかっこラブ、ゆかっこ命か。ちょ、重いな、そのパーカー。自作か？では早速ですが、仕事内容について聞かせていただけますか？それでご用件は？それが、幽霊を捕まえてほしいんです。幽霊物件。え？はぁ？どういうことでしょう？実は来月から、あるアパートに入居する予定なんですが、その部屋で出るらしいんですよ、幽霊が。噂か何かを聞いたんですか？はい。はい。先日、隣の部屋の人に入居前の挨拶をしに伺ったんですが、その時に聞いたんです。誰もいないはずの部屋から、女の不気味な、誰もいないはずの部屋から、女の不気味なすする泣きの声が聞こえるって。ん？女の人の？それだけじゃないんです。廊下で黒髪の白い服を着た女を見たそうなんです。貞子ってこと？その人を怖くなって調べたそうですが、そんな女の人は住んでいないと分かったそうです。それは薄気味悪いですね。ちなみに事故物件の場合、借りるときに業者には告知の義務があるはずですが、特に何も言われませんでしたね。でも一瞬誰かが住んで、
一回出たらもうそれ事故物件ってもう言わなくてもいいはずだからね、あの法令上だっけそうですか。実は僕そのアパートで彼女と同棲を始める予定なんです。遠距離恋愛だったんですが、彼女が仕事を辞めてようやくこっちに来てくれることになって、その物件のことも二人で見て気に入って、ちょっと高いですけど住むって決めてゆかこって言うんです。わかってるよほらほら、すっごい美人でしょゆかこの写真。そうですね、しかし噂が本当なら彼女さんと住むわけにはいかないですね。え、住むに決まってるじゃないですか。な、何こいつ目決まってんぞ。ん、あ、住むんですかだって事故物件だと証明できたら家賃下げの交渉ができるでしょ。いや、あなたはいいとして彼女さんは嫌がるのではあ、大丈夫ですよ、彼女霊感とかないから見えないですって。あの、言わないってことそれはひどいんじゃないかな。うーん、そうですか、そういう問題なんですね。で、私は何をすれば。八神さんにはアパートが本当に幽霊物件かどうか調べてほしいんです。ええ、わかりました、やってみましょう。調査料金は8万円でよろしいでしょうか。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ大家さんに電話しとくんで泊まる準備、泊まる準備、ええ、と泊まるそりゃそうですよ、一泊でもしてみないと幽霊だって出てきてくれないでしょ。まあとりあえずやってみましょう。やべえ依頼だな島津さん、お待たせしました。着替えは持ってきてないけど。あ、ちょうど長谷川さんも来たみたいです。大家さんです。はあ、島津さん、あんたもしつこい人だね。幽霊なんて出ないって言ってるでしょ。それを確かめてもらうために彼を呼んだんです。ん、何あんた霊能者、そんな見た目してねえだろ。いえいえ、探偵の八神ですおー探偵さん、そりゃいい、幽霊騒動なんてパパッと解決しちゃってよ。幽霊の正体見たり、カレーおばなってね。あの、ところで、あの部屋、過去に人が死んだなどそういった事実はありませんか。ないよそんなの、リノベーション物件だし。その前は新築からずっと空き手なんと。調べるまでもなく幽霊なんて出ようがないでしょ。イノベーションってどうなるんだっけ、ルール的に。あんま覚えてないけどな。それは調査してから結論を出すつもりです。大変だね探偵って職業も。ほら鍵、あんた今夜泊まるんだろ。どうも。電気と水道は使えるようにしておいたから。え、すげえ。さて気は向かないが部屋を見てみるか。1日だけとかそういうパターンかな。1日だけ電気はできたりするもんね。何もないな、入居前なんて当たり前だが。手持ち無沙汰だし部屋を調べてみるか。幽霊なんて本当に出んのか。これなんか8でもこんなあった。8じゃないか、あれは7外伝でも同じ間取りでなんか幽霊物件あった気がするけどね。幽霊なんて本当に出んのか。幽霊の正体見たり、枯れ尾花か。なんだ。お？ここの鍵はちゃんと閉まってるみたいだ。こっちの窓から侵入なさそうだな。うすま。こっちも閉まってる。こっちの窓の鍵はしっかり閉まってる。あとは？エアコン？移動できるのか。なんだ。今日はね。玄関の鍵も大家さんが開けるまで閉まっていたはずだ。入居前に部屋に侵入する意味もないしな。あ、紙あるけど。紙はダメか。これは。水滴が落ちている。元栓は開いてるみたいだな。水も乾いてないし、水垢もある。大家さんは電気と水道を使えるようにしておいたと言っていたが、頻繁に使用しているようにも見えるな。水道はずっと開けてんじゃない？ん？ん？この窓開かないな。鍵もないし、ここからは侵入できそうにないか。
ここは無理だろ。さすがに無理だろ。あと一箇所なんかあるぞ。どこだ。あ、これか。なんだこれ。ん？これは女物のイヤリングか。なんでこんなものが。これまだ入居前なんだもんね。前住んでた人、そんなわけないよな。どこだ。イヤリングに頻繁に水を使ってる痕跡か。どういうことだ。今はまだ何とも言えないな。手持ち無沙汰だし休むか。手持ち無沙汰だったら何でもしていいと思ってんのか。ん？あ？何の音だ。電気も消してたんだ。おい、いる。え？え？こんにちは。え？あんたもえって言っちゃダメだよ。逃げた。今のは幽霊じゃないよな。足がついていたし。そういう判断基準。追いかけないと。え、外でいなかったの？守るくん。島崎守。チェイス。ちょっと待てよ。待てよ。ちょ待てよ。やば。あの格好で走ってんのすごいな。なんか喋ったけど。おらや。早いな、あの人。めっちゃ早いな。しつこいわよ、だって。待てよ。ついていくわ。サダコ！おっしゃ、捕獲！もう逃がさねえ。よし。はぁ、てか、裸足だったんか、あんた。すげえな。裸足でよう走ってたな。ちょっとあんた何？探偵だ。あんたこそあの部屋で何してたんだ。なあ。このイヤリングあんたのだろ。落としたのに気づかなかったか。何、怖いことやめてね。答えた方が身のためだ。住居不法侵入で警察呼んだっていいんだから。うん。あなたこういう言葉を知らない？死人に口なし。やれやれ、黙秘するってわけか。仕方ない。島津さんと大家さんを呼ぶか。もしもし、八神さんどうしたんです？夜遅くにすいません。捕まえましたよ、例の幽霊。え、やっぱりいたんですか。てか捕まえたんすか。ええ、ただ黙り込んじゃって。すいませんが、来てもらえますか。あと、大家さんも呼んでもらえます。わかりました。大家さんとすぐ向かいます。八神さん、そいつが幽霊ですか。おいおい、今時の幽霊は足がついてんのか。てか、裸足なのちょっとおかしいだろ、こいつ。あ、え、あれ、もしかしてゆかこ。お前、ゆかこ、ゆかこ、僕の彼女ですよ。秋田にいるはずの。あれ、全然髪とか違うけど。え、でも髪型が。バカね、ウィッグよ。ゆかこか。守る命。ちょっと。命を守るみたいなもんだよね。ゆかこ、お前どういうことだ。仲良すぎだろ、お前ら。なあ。なあ、ゆかこさん、どういうことか説明してくれる？まずそのパーカーについて説明が欲しいな、俺は。だってあの部屋、家賃高いんだもん。幽霊の出る物件だって証明できたら、家賃を下げられるでしょ。あんたも同じ考えか。すげえな、逆にすげえな。仲いいな、まさかそのために。うん。うん。少しでもダーリン、守の負担を減らしてあげようってそう思ったの。いや、それはさ、別の部屋を探せよ。めちゃめちゃ迷惑だろ。だからちょっと早めに上京してきたのよ。キレたな、わざわざそんなことで。大家さんもびっくりだよ。ゆかこ、
お前ってやつはメロンちゃん、メロンちゃん僕のためにそこまでしてくれるなんて、なんていい子なんだ。かわいいメロンちゃん。メロンちゃんって呼んでんの？守る、私の可愛いダーリン、あなたのためなら死ねるわ。ゆうかこ、ゆうかこ、愛してるよシガー、シガー、二人を分かつまで。愛してるわ。いや、たとえ死神だろうと私たちを引き裂けないわ。バカップルだなあ、あんたらその辺にしといてくれ。二人の世界は自分たちで、あのプライベートな空間でお願いします。ところで鍵はどうしたんだ。確かに廊下のガスメーターのところに隠してあったから合鍵を作っておいたな。ああ、入居前だとよく置いてありますよね。島津さん、あなたも今回のこと知らなかったんですか？うん、ダーリンには話してないわ。まさか探偵を雇うなんて思ってなかったけど。8万払ってたぞ話してくれてもよかったのに。守れ、だってだってこんな悪いことにあなたを巻き込みたくなかったから。ゆうかこ、ゆうかこ、僕のいちごちゃん、僕のためにそこまで考えてくれてなんて。二人さん、お取り込み中悪いが一つ問題が。入居前のことですし、ゆかこさんの行いは不法侵入に該当する恐れがあります。捕まってくれ別れてくれだから守を巻き込みたくなかったのに。まあ大家さんがどうするか次第ですけど、こんなやつ入れんのかやべえぞこいつら。どうする、あ、唖然としてますが。あ、長谷川さん、なんだあんたら、狂ってやがるのか狂ってるよこいつらは一番まともだったな。おや、いいえ、狂おしき愛です、純愛だよ何よ狂ってるのは世界の方よ。こんな家賃が相場なんておかしいお前最低だな、都会に住むな島津さん、あんたらを訴えるつもりはない。だけどあの部屋に入れるわけにはいかない。え、でも契約が。ああ、そんなの関係あるか。散々事故物件だと騒いで探偵まで雇って、あげく家賃を下げるために不法侵入まで、誰が貸すかってんだ本当だよさてはあなた、ラブラブな僕らに嫉妬してますね。し、島津さん、その辺にしときましょう。長谷川さんが考えを変えて訴えを起こす前に。守れ、ねえ守る、まあいいんじゃない。どういうことだいパインちゃん、お前果物の名前言い過ぎなんだよな、しかも変わってるしこういう人浮気してるんじゃないのいろんな名前で呼んで、あの本当の名前を呼ばないみたいなねもっとデンジャラスな事故物件を探しましょう。二人のデンジャラスな愛があれば幽霊なんて怖くない。ゆうかこ、ゆうかこ、そうだね、生きてるって素晴らしい。切り替え早いですね。なんて人探せなカップルなんだ。もう二度と関わりたくない、同感です。なんだこいつら。よし、20万貯まったな。よし、じゃあサラちゃんやってから、いや今日もう帰るかサラちゃんはまた次回にやろう。さあというわけで、八神探偵事務所戻ってまいりました。今日は寝て、明日から綾部だね、綾部にとりあえずお金払ってから頑張ろうっていう感じですかね。明日綾部がここに来るらしいが、今日はもう休もうか。よし、休みましょう。よし、明日に備えて寝るか。